はい、ということでね、今からじゃあちょっと喋りながら、撮っていこうかなと思うんですけれども、まあどこでね、正直音声が入ってるかがちょっとわからないので、まあ実験的にね、まあ20分間、僕の喋りが入ってたらラッキーぐらいの感じでね、聞いていただけたらと思います。さあということでね、まあなかなかすごくリアルなレーシングシミュレーターでしょはい、という前振りをしておきましょう。今後ね、こんな感じで、こう、まあ、絵はもちろんね、実写ではなくなるんですけど、まあ、レーシングシミュレーターの方がね、入ってきた時には、まあ、それを使いながらね、こんな感じで、こう、ちょっと運転をしてる風な、感じで、なんかね、ラジオ的なものとかもお届けできたらいいかなとは思っております。はい。まあ、にしてもあれですね、まあ、今、ね、目の前にいるインプの方は、僕のね、知り合いの子のやつなんですけれども、まあ、若くてね、こういうインプとかに乗ってくれて、こういうサーキット走行をしてくれるっていうのは、まあ、非常にね、ありがたいかなと思いながら、思って見ております。こういうね、モータースポーツをすることによって、こういう経験をね、積んでいただくっていうのは、まあ、非常にいいことじゃないかなとは思ってます。はい。まあ、にしても今回、何だっけ、マイペース走行会っていうんでしたっけ？はい、非常にね、なんかこう多種多様な車たちがいっぱいおるなっていう印象があります。はい、まあ、それこそね、ソダさんの NSX みたいな、ああいう、まあ、往年の名車、高級車みたいなのから、まあ、最近ね、販売されている、普通のスポーツライクな車であったりだとか、はたまた、外車系とかね、まあ、いろんなのがあって、まあ、非常にこう見てるだけでもある程度面白いんじゃないかなとは思っております。はい、まあでも本当ね、お過酷、まあ、近いので僕の場合はまだなので全然いいかなとは思うんですけれども、なかなかねやっぱりこう遠くなってしまってフルサーキットが遠いっていう方とかだと、まあ、馴染みがないのかもしれないですけどね。やっぱりでもモータースポーツ楽しいですよ、本当にね、とってもいいと思います。はい、ということで、走行枠の方がスタートしました。元気いっぱいで、皆さん行ってますね。GR ヤリスとかも速そうです。お、ソダさんの NSX が行っての、はい、テスーラが行って、あ、そしてこの水色のね、フォードさんが、どうやらシチャウサさんみたいですね。いつも見ていただきまして、ありがとうございます。はい。で、まあ、ランボさんだったり、どうさ、アルピナさん、S が行きましたね。で、そっから、じゃあ、続いて、発進いたします。まあね、おっさんの声を聞くよりも VTEC サウンドを聞かせてくれという方も多いかもしれませんが、いやー上がるね、やっぱり楽しいぜ、本当に。最初1周目アウトラップの方は半熟ですので、まあちょっとねブレーキの半熟だとかタイヤの感触確かめながら行こうかなとは思いますけれども、まあ、割とねみんなガンガン行くじゃないかなと思います。はい、ウェービングショーですね僕もウェービングしようかな。はい、まあね、タイヤは基本的に、まあ、パッと横でこうウェービングして温めてもいいんですけど、縦に潰す方が発熱は基本するケースが多いので、こういうブレーキとかねそういったとことかの加減速をねしっかりするっていうのが、とってもいいですね。はい、でこの僕ここ結構好きなんですよね、このシューってこう降りてくる感じが楽しいかなと思います。まあ西日になってきたらここ見えにくいよな。このアクセル入れてってこのイン巻きしてって感じがいいな。やっぱノンスル入った上も楽しいな。はい、いいっすね。おお、この
は上手やな。しっかりアウトラップから車速乗せていけるな。さあ、じゃあそろそろ行きましょう。ダンロップ過ぎからブレーキング、3速に落としてゆっくり。はい、ちょっと跳ねるね。からのちょっとだけブレーキ舐めて、イン側クリップを割と奥めに取って、ここから全開で立ち上がる。からの4速、そして直線的に S 字を向けていって 100m のところで、はい、あら、いった加速勝負じゃ。8リッターになっとるからいいね。まあ、ちょっとアクセルも抜いていきましょう。あまりね、まあ、無理はしない方がいいですので、まあ、プロ、はい、じゃあぐるっと立ち上がってね、まあ、ちょっと出方を待ちましょう。はい、回ってるわけじゃないですよ。さあ切ってるもな、まあ、こういうマイペース走行会みたいなのはあんまりね、車間を詰めすぎると前の人がね、プレッシャー感じてもいけないので、はい、二速でグッと、はい、巻いてきた巻いてきた。いやー楽しいっすね、やっぱり。あと速度くれよな、本当。もちろんタイム出してね、走った方がカッコはええかもしれんし、あれやけど、なんていうの、単純にこうやってモータースポーツを楽しむっていう、ちょっとアウトラップ、はい、よし。いやー高回転、脳天突き抜けるな、ほんまに。ちょっと激しい気はするけど、コーナーは多分軽いからこっちの方が、おー、やれー。さあ、じゃあ俺もちょっといいなめてたら、奥目のクリップで全開出し上がるぞ。いいじゃん、行くぜ、ごめんよ。はいはい。発見、はい、あれだ、あれフォーカスかな、ふう、やっぱサーキットは楽しいな。ブレーキはもう終わらせて、ここはダラーッと入った方がいいですね。あまり頑張ると良くないの でここもダラーッと入っていきましょう。はい、いい感じだね。あんまり地位を残さんように直線的にブレーキングに、はい、ここでゆっくりと、取れなかったら取れるんじゃないかな。あ、ありがとう。バイバーイ。
ことなど忘れとったわ。電線ついてるかな、こいつ。ちょっと早めに内側から。あー、さすがまっすぐ速い、こいつら。まっすぐ速い。ボトムスピードで稼ぐ。あんまり近づくと怖いからな、裏で抜こう。そもそも NSX 頑張るな。資産なんやけあんまり頑張らん方がええで。よし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 。ごめん、内側から行くぞ。やっぱあれやね、みんなもうサーキットになるとどうしても行ってしまうよね、ほんまに。まあ、気持ちはわかるわ、ほんま。よいしょ。このな、ここの俺ジェットコースターみたいな感じ好きなんだな。ああ、インツケン勝った。ブレーキブレーキブレーキ、アクセル踏んで守る。一瞬アクセルを押して、もう踏んでけ踏んでけ踏んでけ。よし、だけ作ったらアクセルちょっと入れて、まだいけたな。あそこはな、ブレーキをやっぱり我慢しがちになるけで、残ったまま行ってしまうと高確率で上がるっすね。いやー、楽しい。もうな、上手いとか下手とかどっちでもいいよ。やっぱこう、自分のなんてやな、手足でこう扱うこのおもちゃ、これがやっぱりいいっすね。円形看板からブレーキング、内側インついて舐めて、ゴリ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 。はい、ここもハンドル切ってゴリ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 。一瞬抜いて、ここもね、頑張ると割と F1 がここ刺さるからな。いやー、楽しいな。やっぱこうやってわちゃわちゃ言いながら走るぐらいが楽しいかもしれないですね。で、早めに終わらせて、いついて安全マージン取っていこうね。ミドルぐらいで立ち上がり、100m で。
めて。
しかったっすね本当に。結局ランボには追いつけんかったな。まあほんまはシビックさんは多分もっとポテンシャルはこの子があるやろうけん、僕のね、まあ、運転の力不足やと思うけど、いやーでもやっぱり楽しいなサーキットって。まあサーキットが楽しいっていうよりかはやっぱりこういうおもちゃを使って遊ぶ時間ってやっぱ楽しいよね本当に。はい、まあということでね、ソーラさんがあの芝刈りした芝生を見つつ、はい、まあそろそろあの戻っていこうかなとは思うんですけれどもね。まあね、あのなかなか多分ね、例えば今これはね、あのこんな風な、カリカリのね、もうあのレースというかサーキットでしか使ってないような、まあシビックさんなので、まあ、非常にね特殊なケースだと思うんです。まあ積載とかは持ってなかったらちょっと難しいしね。でも自分の普段乗ってる車とかでもこういうところを楽しく走ると、多分それだけでなんて言ったらいいかな、こう遊びの幅が広がるというか、できることっていうのが飛躍的に広がるかなとは思うので、はい、もうねできることならぜひね、こう皆さんもねこういう遊びをしていただけたらいいんじゃないかなとは思っております。はい、まあどこまでこれね本当音声入ってるのかがわからない初めての試みなので、この間のねあのセブンの時もほら走りながらね朝で撮っては見たんですけど、まあ、どこまであれもね途中であの音が切れてる区間があったりだとかしたので、はい、今回がねうまいこといけてるかどうかっていうのがわからないですが、非常にね、いい一日にできたかなとは思っております。はい、ということで、ではじゃあこの辺りで、まあ、もうピットにぼちぼち帰っていきましょうかね。はい、ピットマンご苦労様でございます。はい、はいはい、ということでそんな、今回はシビックさんの、車載で喋ってみよう企画でございました。まあね、ちゃんと撮れてたら多分10分以上の動画にはなってると思うので、まあ、そのまま垂れ流しで使おうかとは思っておりますので、まあ、その時はよろしくお願いいたします。では皆さん、またどこかで会いましょう。バイバーイ。